厳しいなあ。やっぱこんな渋滞してんだ今。あー気持ちいいな。まったり海岸沿いを走るって最高だな本当に。よーし、じゃあ次の目的地に行きますか。いやーうまかった。めちゃめちゃお腹いっぱいになった。なんかね、ご飯とかお味噌汁、あとサラダかな、バイキング形式になっていてめちゃめちゃねお腹いっぱいになりましたね。いやー美味しかった。定置網丼の方もね結構ネタも新鮮で、最後の方にお茶漬けにして食べることもできるから2通りの食べ方ができて、とてもね美味しかったですね。よし、じゃあ次の目的地なんですけど、次はね初詣も兼ねて阿波神社っていうところがねこの近くにあるので、そちらの神社でちょっと初詣しようかなと思います。ここはもうフラワーラインですね。おお、砂がすごい。お、この辺りは菜の花が結構咲いてるな。おお、きれいきれい。いやー気持ちいいね。フラワーライン、日本の道100選に入ってるんですよねこの道って。意外とね時間がねもう3時なんですよね。日が暮れるのが早いからねあんまり回れないんだよな。今結構ね暑いっすね。やっぱりね南房総はあったかくてツーリングに最高だな。めっちゃ暑い、汗かいてるもん。あー海見えてきた。いやめっちゃ綺麗。うわーなんかすげえ幻想的なんですけど、雲の間の日差しがね海を照らしてめっちゃ幻想的だったな。あったけー。本当に今冬なのかって感じぐらいあったかいんですけど。であと2キロぐらいで阿波神社ですね。イエーイ、気持ちいいね。でここ左、菜の花きれいで、どこだ？あ、書いてある。書いてあるね。阿波神社。阿波神社に行きたいんですけど、コメリに来ちゃいました。あれ？あ、めっちゃ渋滞してる。あー、こんな渋滞してんだ。これは結構厳しいな。やっぱこんな渋滞してんだ今。やめよう。初詣は別に違うところに行こう。いやーちょっとね阿波神社やっぱり有名な神社っぽいからすごいね並んでましたね。僕ね待つのがねすごい苦手だから、ちょっとさっきのねダイボでかなり体力を消耗したから、阿波神社はまた今度でいいや。やっぱみんな初詣に来んだね。じゃあこの後はねのんびりねフラワーラインをね走っていこうかな。ソロ通だからねこの辺りは適当でもね全然問題なし。もうソロ通の醍醐味っすね。せっかくいい天気だし走りたいもんね。気持ちいいですね、房総フラワーライン。左カーブ。おお、すげえ絶景見えたぞ今。危ない危ない危ない。まあ結構急なカーブでした。危ないわ。うい、わあ、ヤシの木みたいなのがいいね、南国っぽくて。おお、来た海岸線。めっちゃ気持ちいいな、最高ですね。交通量も少ないし、どうしよっかな。神社行かなかったからもう次行くとこないんだよね次ね、特に調べてなかったからね。どっか良さそうなカフェがあればお茶でもしようかな。はい、野島崎灯台。ここも結構ね、観光スポットとしては有名ですよね。いやー、すげえ、岩がすごい。いやー、気持ちいいね。あ、あれが道の駅ちくらかな。じゃあちょっとちくらでね、休憩しようかな。はい。もうね、今日はね、どこも行くとこないからのんびりしよう。いやー、めちゃくちゃ癒されるね。何この時間、最高すぎる。コーヒーもうまいし、いやー最高だね。めっちゃソフトクリームうまかった。いやー、満たされたね。もうだいぶね、日が落ちてきたから、そろそろね、帰んないとまた氷点下の中走ることになるから、早めに帰りたいんだけど、とりあえずね、この後はもう行くところないんですけど、フロアラインのね、最終地点まで行こうかなって思いますね。せっかくだしね。いやー、めちゃくちゃね、夕日が綺麗ですね。いいコーナーこのたまにね、タイドコーナーが出てくるのはね、またいいね。飽きないね、この道。この辺りは住宅街なんだな。ここもフラワーラインなんだね。フラワーラインの終点に道の駅のね、ローズマリー公園があるから、そこに立ち寄ってお土産買って帰ろうかな次を右だね。道の駅ローズマリー公園、右です。さすがにこの時間になるとバイクは見かけなくなったな。まだ4時半なんだけどね。道の駅右、あれか。おしゃれな建物が右に曲がります。来てません。おー、おしゃれ。車もあんまりいない。やってるかなあ、もうやってないもうやってないですね。はい、やってませんでしたくそ、お土産も買えないのが。いやー、新年一発からこのツーリングまあいいか、こんなツーリングもありでしょう。はい、ということで、時間もね、もういい時間なので、今日はね、このまんま帰ろうかなと思います。新年一発目のツーリングはね、まあこんな感じで終わっちゃって、すごい残念ですけど、まあそれでも海見れて、結構ね、海岸沿いも気持ちよく走れたから、まあよしとしましょうはい、ということでこの辺でお別れしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。エスプレッソライダーでした。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。